アイアングルフィルムコーポレーションは、かつて存在したアメリカ合衆国のメジャー映画会社である。1915年夏にカリフォルニア州カルバーシティで設立され、1918年まで存続した。D.W. グリフィスとト,トーマス・エイジンス、マック・セネットという3人の映画監督の制作能力を基盤にした生えあるスタジオとして構想された。 トライアングルモーションピクチャーカンパニーの名称でも知られる。シビリゼーションポスター、1916年ウィスコンシン州の農村から出てきたハリー・エイトンとロイ・エイトンの兄弟が設立した。エイトン兄弟はハリウッドの黄金時代のスタジオシステムの宣弁をつけた。ハリーはリライアンスイコールマジェスティックスタジオでのグリフィスのパートナーであったが国民の創生の予期せぬ成功。 および人種差別的内容による北部のメジャー都市部での反乱を導いた余波として、ミューチュアルフィルムに解雇されていた。トライアングルフィルムコーポレーションの名のもとに制作、配給、劇場経営を統合し、若き成功者たちがハリウッドにおける最もダイナスティックなスタジオを創設したのである。メアリー・ピックフォード、リリアン・ディッシュ、ロスコー・アーバックル、ダグラス・フェアバンクスら、 当時最も偉大な監督やスターを引きつけ、キーストン・コップスのドタバタコメディから映画的女子史を定義したイントレランスまでサイレント期の最高に不及の作品群を作り出した。結果的には同社は膨張しすぎ、1917年にはグリフィス、インス、セネットの3人の主要なプロデューサーたちをすべて失ってしまった。同社は徐々に縮小し、1918年、 同社は売りに出され、ハリウッドの新興スタジオたちに飲み込まれていった。映画プロデューサーのサミュエル・ゴールドウィンが、同社のスタジオ群をゴールドウィン・ピクチャーズに買収した。1915年11月23日、オハイオ州マシロンに最高水準の設備を持つ映画館をオープンした。リンカーン劇場はマシロン・ライオンズ・クラブが所有。 経営する現在も稼働中の映画館である。同劇場は当初の流行る劇場にリストアされており、映画の黄金時代の記憶へのモニュメントとして存在している。ドロシー・ギッシュとリリアン・ギッシュ姉妹の出演作品に捧げる映画祭が毎年同劇場で行われている。マシロンはギッシュ姉妹が青春の日々を過ごした街である。EN カテゴリー トライアングルフィルムコーポレーションフィルムズを参照。ありがとうございます。